ちゃん。こんにちは。さあ、どこよりも早い2024年ブレイクそうな選手、はい、いや、どこよりも早いって他やってないかもわかんないからどこよりも早いも何もないんだよ。いや、やってるとこも。いや、ただ俺は期待をしてるよ。そうですよね、本当に期待してる。期待してる。豊さんの今回は野手編、はい、セパ両リーグの野手編を、はい、上げていきたいと思いますけれども、うん、ね、こういう選手が出てきたら、うん、俺はもう他の野手は大変だよ。出てくる隙がないですよね。いや、本当に本当にレギュラー取って代わられちゃう。そうだよ、ですよね、はい、あのもしあの前回の、投手編見ていないという方いらっしゃったらぜひそちらもチェックしていただければと思いますが、はい、ではまずセリーグの野手編からいきましょう、はい、阪神野口、はい、あの秋のキャンプでも ねパワフルだし、はい、でね、右方向にもねしっかり打てるというね、はい、それとやっぱ思い切りがいいわ、うん、だから勝負に対してというか打席に対しての迷いがないというかさ、はい、とにかく打席で一番あの大切なのは振るっていうことなんだよね。でもその振るっていうことを分かってる選手だよ、うん、だから魅力あるよ。岡田監督もやっぱり魅力あるっておっしゃってました。阪神のスカウトすごいな。もうピッチャーも野手も両方すごいな、はい、いやこの野口っていうのは魅力がある。ただ外野だから。そうなんですよ。いやだからどうしましょう。だから森下もうかうかできないし、はい、まあ近本は外すっていうことはないだろうけど、まあノイジーが残ったけども、はい、分からないし、野手まだ2人うかうかしてられないってことを。いやだから岡田監督の中でまだレギュラーって言われるのは、うん、まあ近本、中野、大山、まあ、里輝、木浪、うん、木浪も分かんないからな、まだ、うん、まだそうですよ、ね、悪かったらすぐバーンと大畑に変える可能性だってあるし、はい、いやだからそういった意味では岡田監督の下では気が抜けない。そうです。その中で野口っていうのが掴んできたら、はい、これはまた阪神は強くなる。一軍でのチャンスっていうのはもちろん岡田監督はシーズン中与える。ほらほよほよ出た。考えないから、どういう、例えば森下選手が例えば調子を落とした時にそこに野口選手入れてみるとか。分かんないから。春先にね、森下が悪かったら野口使う可能性がある。ほら野口が良かったらそのまま行っちゃうって可能性もある、ね、可能性がある。だから森下が活躍したけども、うん、まだあと2年ぐらい活躍森下しないと本当にレギュラーっていう風には言われないかもわかんない。そうですよね、うん、だから怖いよ。お、怖い存在でもある。いや怖い存在でもある。野口選手、うん、あの野口選手は要注目ですね、うん、さあカーブです。カーブ、田村。あ、田村選手、はい、あれはいいぞ。お前言ってましたよね。将来的には絶対首位打者争いをしてくるような選手になる、うん、はい、ね、うん、この選手はもう怪我すんなみたいな。まあ、そこだけですか。もったいなかった。今年でもね、はい、使われ始めてすぐ怪我とかさ、うん、そういうのがあったからもったいなかったけども、まあ、来年怪我なくやったら結構面白い選手になると思う。カープは例えば末金選手いたりとか、まあ、田村選手いたりとか、やっぱり下からいろんな選手っていうのがね。いやいや、いい選手いるよ。そうですよね、うん、ただやっぱりこう一つセンスが抜けてるなっていう感じがするぐらいの、うん、いやもうあのスイングを1球見ただけで、あ、こいつは打てると思わせるぐらいの選手だったから。センスもちょっと違うんですか。あ、違うと思うよ、頑張れ田村。そうですね。いや期待してますよ俺は。はい、だから西川がねタイミングよく抜けて、はい、でそこにポンと収まったら、うん、それ西川より上になる可能性なんだ。え、そうなんですね。いや本当だよ、まあ、あのカープを引っ張る顔になるような選手になる。あ、嘘言わんてそれはなんか達川さんみたいになってきました。いやだけどそのぐらい俺は期待をしてた。あ、楽しみですね、はい、さあ DeNA です。 DeNA、はい、迷ったん、誰と迷ったんだろう。林と、ああショートの、はい、来年は林でショート行くかなっていうふうに思ってるんだけど、うんうんうん、その前にちょっと待てよ、梶原っていうのがいる、はい、外野でね、はい、でね、ものすごい背が高いんだよ、うん、でも器用なんだよ、うんうん、足は速いし、はい、ね、バットコントロールはいいし、うん、そんな大物打ちではないんだけど安定したバッティングを慣れたらしてくれる。お、じゃあ森選手ではなく梶原選手でいきますか。森選手じゃない、林選手。あ、林選手、すいません、同じだった。混乱してるちょっと混乱してきました。バグってんのちょっとバグ始めました。じゃあ梶原選手推しでいいですか。そうだな。そうか。だからまあ、例えば関根っていうのがセンセーショナルにバーンと出てきた、うん、でもトータル的に見ればちょっと尻つぼみっていうところもあった、うん、で桑原いいんだけどもなんとなく
本来の桑原の力が出せないとかね、はい、まあ、そうなってくると足も速いし脚力あるしね、はい、そうしたらセンターにポーンと収まる可能性がある、うん、だからうかうかしてらんないんだよ。そうですね、外野手本当に本当に、うんうん、じゃあここは柏原選手、はい、DeNA は、はい、さあジャイアンツです。ジャイアンツはね、若手ここは伸びてきてんだけども、うん、レギュラーがある程度も内野手なんかガチッと決まってるし、うん、そうですね、ね、梶谷とか丸とか、うん、秋広とか、はい、まあ、そういういると、うん、なんかブレイクしそうなっていうよりも、うん、この選手がベンチにいたら嫌だなっていうのが鈴木大和。鈴木大和選手、はい、今年のキャンプで見たらめちゃくちゃ速いよ、はい、足だから、こういう人がベンチにいてくれるとなんかいいなっていう、ああ、なんか新たな選手、いやだからそれが忘れられないんだよ、俺スタンドでこうやって見てたんだけどキャンプ、はい、鈴木大和の投球を見て、うん、ね、原監督のとこ行って、はい、あれはあの支配下にしないのかって聞いたぐらいの選手なんで、いやそのぐらいやっぱこう走塁とか盗塁にセンスを感じる選手なんで、はい、だからちょっと期待をしたいなと。だから大ブレイクっていうか、はい、ね、率が、ね、うん、3割近く打ってとかそうじゃなくて、一つの駒としてなんかブレイクしてほしいなっていう、はい、これはあの安全期したわけじゃないからな率はあったんじゃないかと。だけど俺はなんかこうベンチに入れて、はい、この足っていうのが脅威になってくれると大成功だと。いや、萩尾選手とか選んでくるかなと思って、まあそうだな、だから萩尾は、はい、だから入る隙間を見つけないとな、向かい、そうですね、そう難しいですもんね、うん、あと例えばキャッチャーで山瀬慎之介選手なんか、でも大城の壁っていうのがあるからな、そうですよ、ね、やっぱ大城外せないよ、うん、でそこに岸田選手もいて小林選手もいてってなると、うん、だけど大城が頭2つぐらい抜けてるからバッティングも含めて難しい、難しいと思うよ。そうか、はい、じゃあ湯坂さんは足のスペシャリストみたいな形でベンチに鈴木選手がいてくれると。そうな、でブレイクの基準ってこれ答え合わせの時どうしたらいいんですかね。いやだからベンチに入って投球、うん、何個決めたとか、それですね、試合数だな、試合数ですね、わ、はい、かりました。さあヤクルトです。はい、北村、これはこれあの中央大学の北村、あ、はい、まあ、今年ルーキーだった、はい、北村、これもねバッティングはやっぱり非凡なものはあるわ、はい、だから、まあ、一軍でももうホームラン打ってるしな、すでに、うんうん、だからその力っていうのは示してるし、はい、安定的に使われると非常に力は発揮してくれるんじゃないかなって。ただし安定的にってところなんですか。だから難しいんだよ。そうですね、塩見がいるし、はい、あのイノシシがイノシシみたいな塩見がいるし、はい、でサンタナがいて、で俺の構想ではレフトに村上持っていくんじゃないかなっていう構想があるんで、そうだ、まあ、なかなかな、はい、こうチャンスっていうのがないかもわからないけども、はい、内野ができるからね、はい、だからまあサードでとか。なるほど、うん、でも北村選手を取りましたよね、もう一人の。だからそことの争いになる。北村おなじみ、おなじみの北村そう北村競争か、そう、はい、が激しくなる、激しくなるとヤクルトは、はい、さあ中日です。これはもう田中美希也選手、今年は ね怪我でねあれだけど、やっぱりこうなんていうの、まあセカンドの第一人者って言ったら、うん、菊池、はい、広島のね、だけどそれを彷彿させる守備力もあるし、守備範囲もあるし、ただ1年間出ることができるかというとさ、うん、やっぱりちょっとひ弱な感じがするけども、はい、やっぱ出た時にはこの子の体のキレとか、はい、練習では目立たないけど試合にはいる選手だよね、はい、試合巧者というかさ、俺が井端を見た時に練習、いやこれは試合巧者だなって思ったわけ、うん、で全く練習では目立たないわけ、はい、でも試合では絶対必要な選手じゃない、井端って、だからそういう選手になるかなっていうふうに思ってる。そう、バッティングとかはまあこれからだとは思うんですけれども、うん、豊さん的にはやっぱ守備の方で、いや、それとやっぱバッティングもしつこくこなしてくると思うよ、うん、この選手は、はい、うん、じゃあ田中美希也選手、はい、まあ、守備を主にっていうところですね、きっと。まあ、守備もそうだけど、まあ、何番に入るかわからないけどもね、うん、使われたときに。まあ、2番とか使われると非常にいい味を出してくると思うよ、うん、やっぱ走塁のセンスもあるしね、はい、うん、だから面白い存在になるなっていうふうには思う、はい、だから立浪監督がやりたい野球っていうのを田中ありきで考えた部分もあるしね、
今シーズン、うんうん、で1点を取るために田中が必要だとかね、はい、まあ、そういうことも含めて、まあまあ多くのチャンスはもらえるかなっていうふうに思う。うん、楽しみですね。さあ続いてパ・リーグオリックスは池田、はい、池田選手、大阪桐蔭のな、はい、やっぱこう一番で使った実績もあるし、うん、やっぱ思い切りがいいしセンスがいいよな、うんうん、体は小さいんだけどさ、はい、パンチ力もそこそこあるし、うん、だからまあホームラン期待されてるんじゃなくて、うん、まあ、出塁ということを考えると、はい、しつこさも持ってるしね、だからそういった意味では池田っていうのがブレイクしないかなっていうふうに楽しみにはしてる。じゃあここは評価のしどころってやっぱ出塁率ってことになってくるんですか。まあ出塁率だな、細かく聞いて後の答え合わせがしやすいようにしてるな、お前そうだろう、まあ出塁率と、まあそうだな、打つとしたら上位を打ってくると思うよ、1番とか、うん、だから、まあ、出塁率と、まあ、安打数とかね、安打数、なるほど、まあ、そういうことが大事になってくるかな。うん、分かりました。じゃあロッテは誰ですか。ロッテも池田、池田ここは、うん、はい、パンチ力があるしさ、うん、はい、面白い選手だと思うんだけどね、うん、それとやっぱこうなんていうのかな、こう荒削りは荒削りなんだけど試合の局面でいろいろ変えられる選手かなっていう感じはするんだよね、うん、ああ、試合の局面を変えられる、だ、うん、だ、まあ、だから試合の局面でいろいろ自分を変えられるという考え方を、はい、だからそう考えると試合に使ってみると意外と使えるなっていうようなことが分かる選手かなっていうふうに思ってる、うん、じゃあ非常にあの頭のいい選手だと思うよ、ということですよね、うん、素人だと例えば山口浩輝選手とか、はいはい、まあ、今シーズンやっぱり山口はどちらかというとこうホームランにこだわってるっていうかさ、うんうん、まあ、そういうバッターなんだけど、まあ、池田っていうのは、まあ、状況によって右に行ってみようかとか、まあ、そういうことができる選手だよね。へえ、じゃあ豊さん的にはこのロッテ池田選手が活躍ブレイクしそうかなっていう。そうだよ、だからね、言ってんじゃん、ね、あ、そうか、そう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 、え、数字的にはどうです。2割8分の15本、おお、安定的に使ったらね。あ、そうですね、安定的に使えないと、うん、まあ、競争相手はたくさんいるからさ、はい、ロッテもね、うん、でもそのぐらいやってくれそうな気はするけどね。ソフトバンクはどなたですか。井上、はい、井上選手、まあ、この選手のバッティングはやっぱセンスの塊というかさ、うん、まあ、いいもの持ってるよな。だから将来的にはもう安定的に20発打てそうな、はい、まあ、そんな感じもするし、うん、だから中軸を打っていけそうな、うん、まあ、そのぐらいの素質はある選手だよね。まあ、もう片鱗出てますけれども、来シーズンはこの井上選手はどれぐらい活躍したら豊さん的にはブレイクしたなって判断します。やっぱり2割6、7分でいいから、うん、まあ、20本近く。ホームランも20本近く。あのね、国保監督もそのぐらいのことはね、望んでると思うんだよ、うん、使う以上はね、はい、まあ、使ったとしたら、うんうん、だから、まあ、どこを打つかわからないけども、クリーンアップを打ったら70打点以上ぐらいの感じかな、はい、この選手は。その安定的ですか、まあ、サードだと思うんですけど。いや、だから栗原が、まあ、サードっていうのはあるけども、はい、栗原の守備っていうことを考えるとさ、うん、やっぱ外野っていう可能性もあるしね、はい、そうなってサードを一人で守るっていうことになるとそれなりの数字は求められるし、はい、じゃあ残せるとしたら2割6、7分の、うん、まあ、20本近くの70打点っていうのが、まあ、理想だな。そうですね、一応理想としては、うん、理想としてはな、はい、さあ楽天です。吉野選手もう出てこいよ、右の外野手、はい、ね、高校生ドラフト1位、はい、ね、ちょっと見たけどもやっぱね、いいものあるわ、うん、だからこの選手が今井監督の下で新たに出てくると面白いかなっていうね。あそこは左ばっかりいるから、貴重ですよね。いや、貴重だから、だからそれだけチャンスはあると思うんだよ、はい、だから、まあ、左ピッチャー限定で使われる可能性もあるけども、うん、まあ、1軍にね、ずっといるわけでもないし、はい、まあ、大体が2軍暮らしだったけども、うん、まあ、来年あたりぐらいからはなんか1軍で見たいなという選手だね。そうですよね、うん、1軍でベンチにいるとか、はい、ちょっとスタメンで出場する日もあるとか、はい、そういうことですよね、はい、さあ西武です。山村、はい、山村選手、おこんなんがいたんかよみたいな、どこにいたんだみたいないいバッティングするよ。どんな感じなの。いや、パワフルだしさ、はい、でパワーも秘めてるし、うん、うん、だから内野手で魅力はあるよ、うん、そうなんですね。いや、本当だよ、うんうん、嘘言わんて。そうですよね
いやいや、だから打ち方もね、うん、素晴らしい打ち方を今シーズンね、見せてもらったし、はい、その中でもホームランも見たし、うん、この選手が控えてるんだったらすごいなって思ったね。なかなかね、西武今年はそのいわゆる山賊打線というか、はいはい、本来の西武とはちょっと遠かったんですけれども、はい、山村選手ってそこをカバーリングして、やっぱ西武らしい思い切りのいい、ね、ホームランの打てるバッターだ。うん、だから本数的にはちょっとわからないけども、うん、でも油断したら一発放り込まれるっていうようなバッターだよね、うん、だから魅力のあるバッターなんですね。魅力があるバッターだよね。ゆうとこさん、どこボーダーラインにしましょう。何が成績か、はい、成績聞くな、はい、答え合わせの数字って一番わかりやすいよね。まあそうだな、うん、でも山村タイプだったら2割8分の、はい、そうだな、10本ぐらいでいいよ。2割、率の方ですね、マッサージは、うん、2割8分の10本。そうだね、うん、だからそのぐらいは行ってほしいなと思うけどね。期待込めてですね、はい、さあ最後に日本ハムです。タミヤ、はい、今シーズンね、出てきましたね。いや、打ち方素晴らしかったな、はい、初ホームランも見たけど、うん、あ、なんかバッティング落ちてるような打ち方だよね。こうやったら打てるっていうこと、うん、いやだからキャッチャーであんなバッティングされたら他の選手が出番がなくなるんじゃないかっていう、うん、そんなバッティング、素晴らしいバッティングしてるよ。そうですよね、うん、だからこれが崩れなかったらいいけどね。あ、来シーズン、うん、そう、崩れるっていうのはどういうこと。いや、だから欲を書くというかさ、あ、まあ、欲は書くんだけどさ、まあだけど今持ってる現状を基本として磨きながら、まあ、変化を与えていくっていうんだったらいいけど、いきなり欲書いて、よしみたいな、バットの軌道まで変えちゃうみたいな、うん、そんなんだったらおかしくなっちゃうけど、はい、いや、タミヤのあのバッティングっていうの俺好きだな。いや、その日本ハムってキャッチャーいっぱいいるじゃないですか。いや、いろいろ。その中でやっぱり出ていかなきゃいけないとなると、やっぱバッティングってアピールしていくっていう、まあ、もちろんそうだし、ね、まあキャッチャーというポジションがね、やっぱどうリードするか、はい、どうランナーを刺していくか、うん、まあここも大きな要素なんだけどもね、バッティングだけだと使えると思う。新庄監督がどんな風に来シーズンは、いや楽しみだよ、ね、まあ、多分併用にはなると思うんですよ、いろんなキャッチャー。でも併用したくなくなるようなバッティングをしてるよ、打った一本でいきたいような、いやいや、そのぐらいのポテンシャルバッティングに関してはあるよね。そうなんですね、うん、そのバッティングが来シーズンね、ブレイクしてくれるといいですよね。いや楽しみだよね。楽しみですよね、はい、さあね、野手のブレイクしそうな選手で揃いましたけれども、はい、まあ、これはもう答え合わせはまた、だから来年24年の12月とかになるんです、ね、まあ、そうだな、ずっと追ってきましょうね、この選手。いや、もちろんそうだよ、もちろんそうだよ。これは記憶に残ってるから。そうです、動画にも残ってる。そう、そうなんです、ね、あとは怪我をしない、そこ、ね、怪我だけはすんな。そう、怪我したらもう一からまたスタートになっちゃうから、こういう選手たちっていう、もったいないですもんね。そうそうそう、なので、本当に上げた選手たち活躍を期待しています。はい。